どうも、ウエダックスです。仲間ができました。雑談です。少々お付き合いいただければ嬉しいです。ファンメイクという事務所が本日4月22日プレスリリースされました。ファンメイクというのは関西初の、YouTuber の所属する MCN の事務所ですね。それに私、ウエダックスも参加させていただくことになりました。はい。詳しくはホームページの方を見てもらいたいんですけど、ホームページ今画面に出しますね。こんな感じでホームページがありますんで、興味のある方はぜひホームページの方を見てもらえると嬉しいです。はい。で、どんな人がいるかってことなんですけど、クリエイターっていうのを選ぶとですね、ここに参加しているメンバーが見ることができますので、ぜひね、知っている、この人知っているって人がいたら、私と同様、一緒にチャンネル見てもらえると嬉しいですね。はい。私はこの下の方にいますが、この写真をなんとか変えようかなと思っております。はい。まあ、こうやっていろんな人が参加していて、実は去年の年末ぐらいから活動は知っててですね、月に一度勉強会、懇親会等を開いて、仲良くさせていただいております。で、YouTube の活動っていうのは、こうやって一人でカメラに向かって一人で喋って、で、一人で動画を編集して投稿するっていうソロ活動なんですよね。なので、こうやって一緒に同じようなことをやっている人たちといろんな話ができたり、まあ相談したりとかですね、具体的に一緒に何かをやったりっていうのはすごく新鮮で楽しいことなんです。で、これからも具体的にいろんなことをやっていけるんじゃないかなっていうことがあって、参加することにさせていただきました。はい。今後、ファンメイクのウエダックスとして活動していきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい。ということで、本日は、ファンメイクというのがプレスリリースされましたよという、まあ、雑談ですね。はい。興味のある方は、ぜひホームページを見ていただいてですね、大人系 YouTuber の集まりといって、まあ、見てもらったら分かるように、おっさんが多いんですけど、まあ、若い子もいます。女子は少なめです。まあ、けど今後、いろんな方、またまた増えていくらしいので、期待しといてもらえれば嬉しいかなと思います。はい。ということで、本日はこれにて終わります。ウエダックスでした。バイバイ。